皆さんこんにちはみかん向きアーティストのヨッシーです今日は前回に続いて基準線を書く方法について見ていきたいと思います特に今日は前回と違って歪んだみかんですね歪んだみかんに対してどのようにして基準線を書いていくかについて見ていきますえっ、ー、とまあそんなまん丸いみかんってないんですけどもだいたいこれ上から見たときにいいみかんですね でけれども物によってはねあの歪んでるやつがあるんですよ例えばですねこれですねこれの場合真上から見た時にはまああのー、だいたいへたが中心にあるんですけどもけれども裏返したらこれちょっとへそがちょっと中心よりは右側にずれてますよねでこういう場合はちょっとあの下書きをする場合にちょっと迷うことがあるので。 中心がちょっとずれてるやつを、どういうふうに扱うかを見ていきたいと思います。えっ、ー、と、まずですね、どのぐらい、どっち方向にずれてるかを見てください。えっ、ー、と、これを見ると、先ほど言ったみたいに、中心より右側にずれてますね。ですから、えっ、ー、と。この線が一番。おへそと。へたを結ぶ線、この線が一番短いということです。そして、この反対側の、この線ですね。 ここが一番長い線になりますで一番短距離が短いところが分かったらまずこの距離が短い方向に向かってこれですね距離が一番短い方向に向かってこの線をやります。えー、とこれまあ斜めになってたりするとねちょっとまた話が変わってくるので、えー、とできるだけ一番距離が短いところを探ってください。 そして、まあ、あの1個線が引きましたら次はまあ大体同じですね同じように大体十0時にやってくださいでまずじゃあ、えー、と順番はまあどうでもいいですけどもまあ短い方からいきましょうあそしてねえー、とまあ順番いろいろあるんですけどまあとりあえずこれ線を伸ばしていきますけどもちょっとここで止めて次にですねこれどれぐらいの長さがずれてるかっていうのをちょっと調べる。 まあ,あの普通にね工作を楽しむだけならそんなに気にしなくていいんですけどもえと作品として残していきたい場合に厳密にどれぐらいずれてるかもちょっと知っておく必要があるのでまああの厳密に測りたければ定規を使うんですけども今日はこの竹串ですね竹串を使ってえとこの中心からこういうふうにですね今距離を測っていますこれみかんと竹串がずれないようにしてえとこれおへそのまでがこの距離ですねはい。 でこっち側方向は中心までの距離がこれぐらい。お、結構ずれてますね。この分ぐらい一センチ弱、八ミリぐらいでしょうかね。八ミリぐらいずれてます。ですから八ミリずらす必要があるんですけども、えっ、ー、と実際にはね、えっ、ー、と八ミリ、えっ、ー、と八ミリっていうことは八ミリの半分、このおへその中心から この長い方向に向かって8ミリの半分まあこれ大体でいいですよ8ミリその定規で測らなくてもまああの本当にきちっとやりたい人は測ればいいと思いますけどもえと8ミリの半分の4ミリですねおへそから4ミリの位置でこういうふうに線を引きます。でえっと先ほどのこの線ですねこのえっとつまりこの線を この線はこの線を通るということです。じゃあ通してみましょう。はい、通りました。次はもうですね。このこの線がこの線を通っていく、これなんかちょっと上から見たらちょっとずれがありますね。ええー、と、こういう場合はまあだいたい真ん中を見て折り合いつけてください。ちょっとこれ、今違いが生じてしまいましたけども、まあ、これぐらいは起こりうるということですね。はい、次ここもまあ、こっち側はおへそを通りますね。 ずれてまますすけどおへそ通りいたこんな感じで、はいできましたね、次はね、えー、と赤道の線を引くということですけども今度またこの先ほどはこのヘタを見ておへそを見て大体この辺ってやったんですけどもちょっと違うんですよねこれ、えー、と中心よりずれてますから同じようにこの中心よりもちょっとだけこっちですね。 こちらもそうですね。えー、と先ほどの反対側もヘタがあっておへそがあって普通はこれ真ん中だけど実際はこれがこっちに来てますから真ん中よりはちょっとこっちでも本当に気持ちだけでいいですこれぐらいずれてる。であとはまあ,あのこういうふうに線を引いていただけたらいいかなということです。はいこれで出来上がりましたね。 はい、えー、っとそうですね今日は「ゆがんだみかん」の下書き線の書き方について見ていきましたそのようなわけでね皆さんに有益なみかんの皮で作品を作るための有益な情報を発信していきますので、えー、っとお楽しみにしてくださいそしてチャンネル登録もお忘れなくそれではまたお会いしましょうさようなら